試合で世代交代をしたいと話をしていたのは井上。私が井上の壁になる、そう答えたのはドネアでした。そしてこの注目の第1ラウンド、さあ今ドネアが鳴り響きました。 WBSF バンタム級の決勝戦です。井上はどちらかで、おっと左のジャブ、前のキーポイントをジャブと上げていましたが、ここは左ストレート、ボディへ、今度は左、そんな趣旨のコメントを試合で話してました。しかしドネアも左、ストレート井上の方が凌駕していると思う。バンタムまで戻してすると、はい、ジャブではなくて井上というぐらいのすごいパンチらしいもんね。あのジャブがもっともっと当たれば早いんですよね。左から右です。あとこのドリアの左側のコンディションも山田さん良さそうですかね。そうですね、また井上の選手も見極めようとしていますね。そうですね、右の一番望んでいた決勝の相手と戦えることになった、そう話をしていましたが、さあここは左を捉えたのは一瞬早く井上尚弥の方でしたが、そうです、さっきのフックを打ち合ったからタイミングが分かってきてるでしょうからね、はい、まあ、自分の方が早かったというね、言えることなんですけどね、はい、左から右を進め、これは左フック、左から返してきた井上の左フック、右から左だ、当たる距離で出してきましたね、一瞬これ強めてきましたね、はい、ポジション森さん、はい、そのドネアサイドですけどね、セコンドはですね、序盤から攻めてくるのはもう分かってるんだろう、はい、ですから大きいのを待つのではなくて、そういう鈴木アナウンサーのリポートですが、またあの左肩下げて、左だ、長いジャブだ、左だ、しかしドネアも左、左フックを返していった、いやドネアが左だ、パンチでちょっとカットしましたね、これ有効なんですよ、バッティングでもないと思います、ただ右の目から出血が見られます、おそらく有効だ、左から右のフック、リングサイドには香川照之さんがいらっしゃいますが、香川さん、はい、井上が初めてカットをしました。まあ予想がどれぐらいの深さが気になりますね、あのそれ次第で戦い方変えなきゃ、この試合の見どころになってくると思います、はい、井上の有効打にあるバットの中にアナウンスが止まりました。ですから止まった側がドネアの手振りからノックアウトするということになります。右の飛行機振り回さなかったんで、少しこう焦りましたね、さっきのラウンドは、はい、アマチュア時代から通して顔に傷を負った、ただこのラウンドはまだ少しいつも通りの井上選手に戻って冷静に戦ってます、はい、という立本アナウンサーのリポートです。ですから山田さん、確かに右のガードの意識は高いですね、はい、そうですね、それはもう陣営からしっかりと、またあのカットさせたパンチというのはもうすごく溜めて、はい、いつも一時は少しあの負けも込んで限界点も支えがれ始めたドネアなんですが、そうですね、ここまでプレスをかけてこういう展開に持っていけるとも思ってなかったですね。いやちょっとこれ井上がプレッシャーを受けています。森さん、左ボディ、はい、どうぞ。ドネアサイドですけれども、あのボディへのフェイントを含めて賢く動くようにという指示が出てますね、はい、相手はカットしているけれども油断しないようにという指示です。十分に生かした戦い方を僕はしている、今までの集大成をこの試合で出しているように見えます、はい、まあ、ドネアの序盤から戦いはいるんでしょうか。そうですね、冷静なんで少しはまだいつも通りほどまではいかないように見えますよね、はい、うん、まあ、今どうしようかっていうのを考えてるんですかね。鼻からもどうやら少ないようですが出血があるようです。珍しいですね、今までクリーンヒットをほぼもらったことがないと井上、まあ、鼻血、ドネア必殺の左、あの左ジャブを差し返します井上です。おっとドネアがまず狙ってきた、左手に行く勝負で入りました井上。このラウンド井上選手狙ってるのかな、ちょっと手数が少ないなと思います。そうですか、ここは左の井上尚弥サイドですけれども、井上慎吾トレーナー、左コツコツ当てて倒して組み立てていこうというそんなシーンですね。という井上を指導するお父さんの慎吾トレーナー、これだけの大観衆なんでね、プレッシャーを感じない方できました。井上史上最大のピンチ、やはり最大の強敵ノニト・ドネ憧れて、井上は10代の頃からこのドネアのボクシングを吸収してきました。今下に打ちましたけど、はいはい、右のストレート伸びてくる、これは選手も非常にこう余裕が出るので、見てて僕は安心しますけどね。そうですか、右のアッパーから左フックだ、井上も当たるのかっていうのは、本当に分かってます。右のフックだ、ドネアです。左のジャブが伸びてくるのはドネア、そして右のストレートリングに上がるそうです。特に、左フック並びに右ストレート当てようとしている、はい、もう本当に前の4ラウンド素晴らしいラウンドです。お互いチャレンジさせ合って、はい、もう本当に最強を決める戦いです。右のストレート井上尚弥、左、しかし左のボタンを押したら、まあ、この試合はオープンスコアはないんですが、長谷川さんはどう見てますか。山中さんはどうご覧になってますか。いや、ほぼ互角じゃないですかね、はい、右のストレートしました、ただ先ほどのラウンドから井上君も、勢
きなりアッパーを出したり、はい、どれに対してどういうパンチが当たるかっていうのは徐々に把握している感じはしますけどね、はい、おちょっとこれ左ジャブが当たり始めましたラウンド。これまでも使ってきたこの左のジャブですが、井上の左の方が伸び始めてきたようなそんな印象があります。右の大振りドネア、まあ、この激しい中にも、すごい右のストレート駆け引きがありますから、そうですね、打ち合いだけがボクシングじゃなくてやっぱこういう技術だと思います。井上はまだ自分の強さの底が分からないという話をしていました。それは崩したところに見事なカウンターを入れましたね、はい、の悪い状況でも井上選手のやっぱり底力っていうのをあの一発で見た気がします。村田しかしこのラウンド時間がない奪えるかどうかと誰が止めるか。第5ラウンドが終了しました。距離感が今変わっているので注意するようにというふうに指示を出しています。井上のパンチが当たる距離とドネアのパンチが当たる距離、それが何だ注意をしようと、はい、そんな指示ですね。ここはその左ストショットではあります。そうですね、右ストレートとショット、井上選手相手にそれができるかどうかは分からないですけど、そしてそのあとの少しかけたうまく作ってるんで井上選手だけ当てれるんですよ、はい、ありますね。右前に出てくるところ今度は逆にカウント右のストレートです。もう一回右今度は左しかし過ぎてますよね。井上直也ですか。いや、ドネアですね。ドネアですね。柔らかく使って、少しずつ日本のモンスターが削り始めてきてるんでしょうか。残り10秒を通してなったところで、さっきのインターバルで、まあ、回復できたので、はい、まあすごいトレーニングランニングしたり足腰のトレーニングをしてきてるんだなとは思いますね。まあ、そのあたりますけど、はい、右の目をカットする。右のストレート、そうだいぶ楽になると思います。あ、そういうものですか。やっぱ集中というのはいいんですけど、ドネアにこうリズムを出させないようにしなくて、そしたらこのラウンドの後半に攻撃パターンを増やすかもしれないんですけど、井上は時にこの左のジャブを鋭く刺してきますか。井上選手はそれ得意パターンの一つでもあるんですけど、左から右のストレート、ワンツーです。井上尚弥左を刺してそこに右のボディはドネア、そこに右のカウンターフック、左の差し合いになった。いいですよね、このジャブすごいこう、いや楽しんでると思いますね。左ストレート、ロープ際に追い詰める左フックだ、井上尚弥。さあ、これから第8ラウンドを迎えます。リングサイド村田さん、はい、ここからの勝敗のポイントは両者どこにあると気にはかかってるんですね、あとやっぱりいつもの左フックのボディが出るんですよね。左ジャブって言うんですけど、はい、左フックのですね、はい、それで高い結構の高いできるがいっぱいあったはずなのに、はい、ジャブの差し合いにもなってるの、はい、井上選手のこの下半身、あー危ない危ない、ゴリアのアッパーもうまいですからね、無駄に出せないんですよ、そのあたりの強敗ってそういうところでしょうね、左フックを当たる力が入らないのかもしれないし、調整そのものも万全だと、万全の仕上がりを見せてきた両者、最近はねこの長いラウンドやってないのは、はい、今度は右のボディ、右のフックも返してきました。ドネア右のボディ、左のフック返してきた、始めています。右のカウンター、いいのを当ててるんですけど、ジャブを出せるタイミングを作ろうという話をしたところにもう一度もらったんですかね、はい、右のフック返していく、ドネアも左フック切れましたね、試合の序盤で同じ箇所からの出血かと思われますので、この流血が激しくなると第8ラウンド左のボディを伸ばした後ジャブは上に持っていきました。胸で受けた傷ですので、そうですね、これが致命傷になると井上は苦しくなります。そしてこのラウンドは長谷川さん止まっていたんで、はい、まあ、気にすることはなかったんですけど、再び出て、まあ、少し気にして、はい、動きに影響は、出血直後は右のガードをやはり高くして、その傷を守るようなディフェンススタイルを取ってきて、相手はレジェンド、ドネア、左フックを返していった、井上、抱いていました、あっと左を差し込まれてきた、そして右のストレート、打ち込まれてきた、一瞬ひるんだ、井上、井上、膝が落ちた、ここまで、しのがないとダメです、まだ残りは1分半ある右のストレートを伸ばしてくる、来い来いという井上尚弥、落ちかけるシーンが、お互いに1つずつ。3つということになります。まあ、ポイントを長谷川さん、どちらがどう取っているかというのは大きな、そうですね、ジャッジがどう見てるかというのもあると思います、ますね、はい、味方によって大きく変わってくるとは思うんですけど、山中さんはどう見ますか、ここが勝ちになりますから、はい、
左を返し込まれるシーンもあった井上尚弥。森行くようなボクサーではないんで、ね、はい、今みたいに適応力、そう話をしていたのはノリトドネア。自分のキャリアの中で気づいていた引き出し、それをいつどのタイミングで開けるか、その能力が自分の最大の武器だったから。左ボディを使って井上尚弥、まだ30秒あります。これが5階級制覇レジェンドのガンダム、左をもらった。パンチが当たる距離になります。右から左、これは軽いパンチ、そして今度はボディ展開に持っていけたら、今の選手としてはだいぶ戦いやすい。1ラウンドに入ります。もともとこの戦いはこう、やはり何かトラブルがあったんでしょうね。変化を求めたいんですかね。できます。それを下がらせた。ダンスを返していった。来ました、来ました。右の井上が拳の力、ドレアもしかし左を差し返してきて、今度は右のアッパー。大変な行動です。右のアッパー、これは空振った。ドレアももう埼玉スーパー、左ボディ切った。ダウン、ツースリー、ここで使った井上尚弥、左ボディ、カウントが進んでいく。井上チャンスだ。レジェンドの背中を越えるか。左だ。右のストレートはこれは空を切った。ドネアのパンチを握ります。井上尚弥ラストラウンドです。ドネアさん、なければ一強者です。右のアッパーが上がります。井上も不用意に LBS や1年をかけて、さあ残り1分、ここでまた下も走るぞ。先ほどダウンを奪ったのは井上の左ボディ、これは右のショートが入りました。顔面です。持ってきました。上からストレートくる。ゴメ左を差す。井上誘い込むか。フレッシュをかけた。最後の戦い、ここで試合終了のゴングが鳴り響きました。いやすごい試合でしたね。井上の強さを目の前にして、自分にもこれまで何かのようなワクワク感を感じているというふうに話をしていたのはノリとゴメ。互いに最大限のリスペクトを、そうですね、持っている者同士の戦いでもありました。 Still undefeated 名古屋、判定の結果、井上大差をつけたジャッジもいましたが、一人は1ポイント差。そうですね、まあ、非常に井上選手とすると厳しい試合でしたよね。